私はパニコ、30歳の会社員です。3年前から同い年のヒロヤとお付き合いをしていて、この度とうとう結婚することになりました。今日は結婚前の両家顔合わせの日。私は両親と疎遠なので、近くに住む仲良しの祖父母と一緒に挨拶をすることになっています。え、パニコさんのおじいさま、あのコレッタ社の凄腕経営者パニじいさんなの？凄腕かどうかわからんが、まあうまくやっております。互いの挨拶もそこそこに、ヒルヤのお母さんは私の祖父に興味津々。それも無理はありません。ヒルヤのお母さんが言うように、祖父は大手コレッタ社の経営者なのですから。すごい、お家はやっぱり豪邸？別荘なんかもお持ちなの？母さんやめてくれよ。そうだぞ、今日は二人の結婚の話をするために来ていただいたんだ。それに初対面の相手にそんなことを聞くもんじゃない。だってあのコレッタ社のトップとお会いできるなんて思わなかったんですもの。トップだなんて照れるの。ってことはヒロヤがあのコレッタ社の後継ぎになるってこと？逆玉残しじゃないの。やめないか、みっともない。すまんがの、コレッタ社を継ぐのはわしの部下に決まっとるんじゃ。ヒロヤさんにもパニコにもコレッタ社を継がせるつもりはないんじゃよ。それじゃあ結婚の意味ないじゃないの。はい、意味がない？さっきからなんかちょっと嫌な予感はしていましたが、この人自分の息子の結婚を何だと思っているんでしょう。まあまあ、じいさんの話はそれぐらいにして、パニコ、ヒロヤさん、結婚式や新婚旅行は考えているのかい？ね、祖母のおかげで結婚の話を進めることができちゃいました。こんな人が義理の母親になるのかと思うとちょっぴり不安だったけれど、その後は祖父についてあれこれ聞いてくることはなく、新婚生活は何事もなく3ヶ月目を迎えました。でもね、とうとう義母から電話がかかってきたのです。バニコさん、今ヒロヤと一緒にいるの？いえ、ヒロヤさんは買い物に出かけていますけど、ヒロヤさんと電話つながりませんか？いえ、そうじゃなくて、近くにいないならいいのよ。え？なんだか嫌な予感。バニコさん、ちょっとお金貸してもらえないかしら。やっぱり嫌な予感は大的中。義母はお金を無心するために電話をかけてきたんです。ほら、お父さん今食卓になってお給料下がっちゃったでしょ。それなのに家電が次々壊れちゃって、買い直さなくちゃならないし、お米の値段も高くなってるし、美容にも気を使わなくちゃならない上に光熱費も高くなって、もう大変なのよ。はあ、家のローンも残ってるっていうのに、先週は炊飯器、今度は冷蔵庫まで壊れちゃって大変なのよ。だからね、50万ほど貸してほしいの。50万？どんな高級冷蔵庫買うつもりよ。おじいさまにお願いしたら50万くらいポーンと払ってくれるでしょ。そんな、義母が何を企んでいるのか分かっちゃいました。経営者の祖父にたかるつもりだな。祖父にそんなことお願いできません。あら、実のおじいさまなのにそんなこともおねだりできないの？祖父に迷惑はかけられません。どうしても必要とおっしゃるなら、ヒロヤさんと相談して折り返しお電話しますから。ヒロヤは関係ないでしょ。は？あの子はお金のためにあなたと結婚したわけじゃないから、きっと反対するに決まってるわ。あの子はおじいさまからお金を引き出そうなんて考えない、つまんない人間なのよ。そんなヒロヤにお金の話をしても絶対断られると思って、ヒロヤがいない時に電話をかけたんだから、少しは察しなさいよ。義母は怒って電話をガチャ切りしちゃいました。うすうす気づいてはいたけれど、なんて自分勝手な人なんでしょう。
このことを昼夜に報告したかったものの、お母さんがたかってきたよなんてなかなか言い出せずに、結局何も言えず月日だけが過ぎていきました。でもきっぱり断ったからなのか、義母も諦めてくれたみたい。それから数日後、義母の件を忘れかけていたある日、ひろやが出張のため1週間ほど留守にすることになりました。ひろやが不在の夜、お風呂上がりにスマホをチェックしているとメッセージが入ってきました。ひろやからかなと思ったものの、メッセージの送り主は義父。お父さん？珍しい。義父から直接私に連絡が来るなんて初めてのこと。一体何の用だろうとメッセージを開いた瞬間、私の思考は止まってしまいました。え？義父は私に、その家は危険だ、今すぐその家から出て安全な場所に行きなさいと送ってきたんです。危険ってどういうこと？そうこうしていると、またしても義父からメッセージが入ったのですが、その内容に怒りと恐怖が湧き起こってきました。何よこれ。はじめは信じられませんでしたが、義父のメッセージには証拠の画像も添付されています。どうやら私の敵は身近なところにいたようね。やれやれ、このパニコ様も舐められたもんね。これは痛い目を見せて懲らしめてあげないとね。私は家に留まることにしました。もちろん最低限の対策をしてね。それから1時間以上が経過し、時刻は深夜の2時を迎えようとしている頃に、玄関で物音がし始めました。来たわね。鍵が開く音がしたと思った数秒後、リビングのドアが開けられ入ってきたのは、やっほーパニコ、会いに来たよ。まったく知らない男の人なのに、私の名前を知っているということは計画の一員なのでしょう。男性はニヤニヤしながら私を見つめて両手を広げています。普通であれば夜中に知らない男性が訪ねてきて恐怖するところなのでしょうが、私は平然としていました。なんでかって、それはね、かかれ、まあ、待機していた祖父の一言で祖父の部下3人が男性にダイブ。見知らぬ男性は3人の部下に抑え込まれて身動きが取れない状態に。お前は誰だ、名を名乗れ。俺はパニコの不倫相手で。はあ、あんたなんて見たこともないわよ。てか不倫なんてするわけないでしょ。まったくじゃな、パニコがそんな愚かな真似をするわけがない。パニジさん、外にいたやつも捕まえてきました。なあ、どうぞどうぞ。別の部下たちに引き連れられてきたのは、出張中のはずの私の夫。そう、私の身近な敵とはまさかの夫だったのです。私は無表情にひろやにこう問いかけました。出張で1週間不在にするんじゃなかったの？こんなところで何してんのかな？言えるわけないわよね。でも私知ってるのよ。何をしているのかなんて、ひろやのその手にあるカメラを見たら一目瞭然。義父からのメッセージには、ひろやが夜中に男を送り込み不倫現場を偽装するつもりだなんて書いてあったから、そのカメラは偽装不倫の証拠を撮影するためなんでしょうね。パニコが不倫してるって垂れ込みがあって、それで証拠を取ろうと思って。おやおや、お嬢際が悪いの。この男が全て白状したってのに。お前裏切りやがったな。こっちは金払って雇ってやってんのに。俺何も言ってないですって。嘘つけ。じゃあなんでバレてんだよ。それにどうしてこんなに人がいるんだよ。垂れ込みがあったのよ。あなたが男を送り込み私の不倫を仕立て上げるつもりだってね。祖父母が泊まりに来ていたからすぐに相談したの。そしたらおじいちゃんが会社の人に声をかけてくれて今に至るってわけ。義父からメッセージを受け取った時、祖父母は家にいてすぐさま近くに住んでいる部下たちに声をかけて集めてくれたんです。でもなぜ不倫偽装をしたのかって、
それは母さんめ、裏切ったな。パニコが不貞行為をしたことにすれば、慰謝料たっぷり踏んだくれるだけじゃなく、俺がコレッタ社の後継者になれるはずだって言うから計画に乗ったってのに。そう、ヒロヤは義母とタッグを組んで私のことを陥れるつもりだったの。母さんじゃない、俺だ。父さん。そこで義父が姿を見せました。どうして父さんがタレコミできるんだよ。このことは父さんには内緒だったはずだぞ。母さんがこそこそ何かやっているからおかしいと思って、母さんのスマホをこっそり見たんだよ。そこでとんでもない計画を知って触れ上がったもんだ。妻子が犯罪を犯そうとしているとな、私利私欲のためにわしの大切なパニコを危険にさらすなんてあっていいわけない。そんな小細工して嘘の証拠を集めたとしても、不法侵入でその男は捕まるだけじゃ。パニコと結婚したあんたは賢い人間だと思っておったが、とんだ金の亡者だったんじゃね。お母さんだけじゃなくて、あなたまでお金大好き人間だったとはね。だってコレッタ社の経営者の孫と結婚したら悠々自適に暮らせると思っていたのに、蓋を開けたらじいさんからの援助ゼロだし、その上コレッタ社を俺に任せないなんてふざけたこと言い出すから、金と地位を奪って離婚してやろうと思ったんだよ。はあ、それじゃ最初からお金目当てで私と結婚したの？当たり前じゃないか。結婚挨拶でコレッタ社を俺に継がせないって聞いた時から、俺はどうにかコレッタ社を奪う方法を模索していたんだ。そんな時母さんから、パニコさんが不倫でもしたらじいさんも金出してくれるかしらね、なんて言われてこの作戦を思いついたんだよ。お前はパニコさんと出会って変わったと思ったのに、やっぱり母さんそっくりだな。人を平気で陥れたり嘘をつく性格は全く変わっていない。これまでお前たちのわがままっぷりに我慢してきたし、父として夫として責任を持ち、お前たちを改善させなくてはと思っていたが、もう無理だ。犯罪者なんかと関わっていられるか。俺は母さんとは離婚するよ。母さんのことはお前に任せる。気が合う者同士で頑張るんだな。な、嘘だろ。大好きなママがいるなら安心じゃん。慰謝料も2倍になるからよかったね。いしし。パニコ？俺はどうなるんすか？ああ、忘れてた。祖父の会社の人に抑えられたままの男性も、ヒロヤ同様涙目。あんたは雇い主と仲良く連行だね。連行？警察もそろそろやってきます。顧問弁護士にも連絡済みです。お孫様の安全な避難先も確保しております。うむ、助かったよ。ありがとう。凄腕経営者の孫を狙うのなら、その経営者を敵に回しちゃいけないってことくらい理解しておくべきだったわね。パニケにかなうわけないっての。いしし。祖父の会社の人が呼んだ警察に連行されていった知らない男と夫は、義母も交えて事情を聞かれることになりました。当然ヒロヤとは離婚して、慰謝料と示談金を受け取りましたよ。ヒロヤが雇った男は会社の後輩だったようで、このことが会社にバレた2人は解雇されちゃったんだって。離婚されて収入がない浪費家の母親と、離婚されてクビになったヒロヤは2人で暮らしているようだけど、計画が失敗したのはママのせいだって毎日のように大暴れして、近所で噂になっているようです。義父は妻子と別れてなんだかすっきりしたみたい。後日義父には祖父母と一緒にお礼をさせてもらいました。これはほんのお礼じゃ。祖父が分厚い封筒を義父に渡しました。これは受け取れません。大事な孫を守ってくれたお礼じゃ。受け取ってもらえないとモヤモヤしてしまうじゃないか。ですが私にも責任が。受け取ってちょうだい。正義が得をしちゃいけない理由なんてありゃしないんだから。自分も悪者にされる危険があったのに、パニコを守ってくれたことが私たちは嬉しいんじゃよ。ああ、わかりました。それでは遠慮なく頂戴しまして。パニコさん、これは迷惑をかけたお詫びとして受け取ってください。え？それじゃ意味ないじゃないですか。そうじゃそうじゃ。それならこのお金で寿司でも食べに行かないかい？
パーッと使ったら互いにモヤモヤもないじゃろ。なるほど、さすがおばあちゃん、ナイスアイディア。頼りになる祖父母がそばにいてくれて私はとっても幸せです。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。